どうも、コンクマー。BL リアクション系 VTuber のハチスカクマです。本日はスマッシュのミュージックブラッドファンタスティックス4エグザイルトライブ出演会。こちらの同時視聴会をやっていこうと思っています。えー、音声の方は大丈夫でしょうかちょっと確認させていただきます。あ、コンクマです。こんばんは。ありがとうございます。あ、楽しみです。ありがとうございます。 あ、大丈夫ありがとうございます。それじゃあ、やっていきますね。で、こちらね、あの、TVer で、あの、あ、こちらミュージック、Music Blood Fantastic's 出演された番組なんですけど、ティバーでね、明日まで見れるんで、めっちゃ良かった番組なんで、本当に見てない方はぜひって感じなんですが、まあでも今日おそらく来られてる方はね、皆さん、見られてる方が多いと思いますが、そのおまけ動画が、なんと、バーティアル、バーティカルシアターのスマッシュ、 そちらの方にね、それも結構たくさんあげていただいてます。こちらちょっとあるかな。ちょっと待ってね。こっちじゃないな。こちらですね。こちらスマッシュ公式ページなんだけれど、こんな感じでスマッシュって、ちょっと今ショート動画多分流れてると思うんですけれど、動画の方を流すようなアプリになっています。こちらの方を使ってね、今日、あの、あ、僕が消えた。ちょっと待ってください。 まあこちらを使ったあの同時視聴会となっています。ただこちらの映像の,映像の方はこちらの僕の生放送の方では流せないんで皆さん各自こちらのアプリを落としていただいてそしてファンタスティックスのねみんなを楽しんでいこうかなと思っています。こちら今日同時視聴の,あの予定なんですけれど一番最初にプラクティスっていうあのシャープ Q のプレミア動画を 8分ぐらいあるんですけど、それを先に流そうかなと思ってます。そちらの方を流した後で、無料動画、だいたい22時15分ぐらいから無料動画を開始させていただいて、そしてまた残りのプレミア動画を見ていこうかなという予定になっています。なんでね、今からもしまだスマッシュ落とされてないって方おられましたら、今から落としてもね、十分間に合うと思うんで、よろしくお願いいたします。さて、そしてね、ちょっと始める前に雑談を挟んでいきます。 最近、あの、昨日ね、あの、ファンタスティックスの公式で、あの、パフォーマンスのプレミア動画と、あとその前にシングルリリース記念の生放送をやってたんですよ。あの、見られた方、おられますあ、どうも皆さん、こんくまですあ。はじめましてや、はじめましての方、ありがとうございました。見た、見た、あ見てる、やっぱり皆さん、見てますね。 1>, ね、1万2000人以上ね、確か来られてたと思うんで、僕もあの途中で気づいてあの、途中から生放送見させてもらってたんですけれど、あれ、めっちゃ良かったですねあの。僕、あれなんですよ、初めての方もおられるんで言っちゃうと、あのファンタビギナーもいいところなんですね。 僕のこともしあまり知らない方、あの、来られてたら言いますと、僕もともと美しい彼、あの、八木イく君が主演のドラマのレビューをやってまして、そのドラマのイメージに関わると嫌だったから、彼のことは2月中旬ぐらいまで全然調べてなかったんですね。そのドラマのレビューが終わるまで。そして、あの、その後でその皆さんおすすめしてくれるんで、あの、調べてみたら、 あれ、これ、こっちのゆうせいくん、ファンタスティックスのゆうせいくんもめっちゃ魅力的やし、このメンバーむちゃくちゃ面白いやんけ、みたいになって、最近こんな感じで生放送させていただいています。え、で、あの、普段の彼があんまりさ、僕まだわかってないじゃないですか、だから。で、新鮮で、やっぱりゆうせいくん可愛いし、何より、回答がね、すごい真剣に考えてて真面目だったんですよね。硬い回答なんだけど、 このサンタモニカが嫌だってお題が来た時にさ、サンタだからサンタさんみたいな、多分夏やのに冬のキャラだから嫌だろうなみたいのを真剣に考えたんだろうね。逆に考えてちょっと滑ったような回答にはなってたんだけど、でもね、本当に演技からも彼真面目だろうなって思ってたんだけど、真面目で可愛くて本当にいい子だよね。それでさ、あと、堀夏くんがさ、回答ももう面白いしセンスもあって、めっちゃね、あの、回答うまかったよね。あの、 ウォーキングホニゃラら,らとか多分見てない人いるだろうからはっきり言わないけど本当にねあライブ10分ぐらいしか見れなかったもうぜひね見てくださいあのライブすごい良かったですよ普段声小さいんですかへえそういうほとんど滑ってましたよねいやでもそこも真面目でねなかなか可愛かってあとケイトくんとかもねなんか天然で滑り散らかしてたけどいやでもホワイトデーのあれとかさもう でも、あのね、可愛い顔だから、何言っても可愛いんだけどさ。<laughs> あ、どうも、こんくばです。ほんとね、いや、でも、全員の魅力が、僕のね、まだ全然知らないんで、知らない魅力がいっぱい見れてよかったな、っていう番組でした。あ、堀夏君、ああいうとき、頭いい感じになるんですね。でも、すごいなんか、あ、センスある、切れてるな、とか思って、めっちゃ見てましたね。でね、もう、その後のあの動画さ、動画もむちゃくちゃ良かったよね。 あのパフォーマンスの動画やっぱりこれぞっていう感じでその歌部分以外のダンスだけのダンスだけではないんですけどダンスの動画本当にむっちゃよかったさてこうやってねでもなんかずっと話してたい部分もあるんですけれどね今日はスマッシュを見ていくっていう回なんで皆さんスマッシュの方じゃあえー、っとスマッシュの方も早速やっていきましょう ちょっと待ってくださいね。映るかな映らないかなこちら今スマッシュの動画あの僕も開かしてもらってるんですけれどこちらのシャープ9 q, q の動画を、えー、と一番最初に見ていきます。こちらちょっと有料動画なので無料動画はまた22時15分ぐらいからやろうと思ってます。こちらシャープ9を用意してもらってっていう感じでお願いします。そしたらねまた321スタートでみんなで一緒で 一緒になって見ていこうと思いますんでよろしくお願いしますまた用意できましたらあの皆さんコメントの方に用意できたよって言って,言ってもらいたいなと思いますあそうですねソロバージョンこれから公開されるなんかプレミアム動画になんかいっぱい来てるなと思って楽しみですよねあれも僕も絶対見ようと思ってるんですけど あ、OK! ありがとうございます。他の方大丈夫かな準備、シャープ9の動画、準備。できましたね一旦、一旦あの動画止めていただいて、多分押したらすぐ開始しちゃうんで、一旦動画止めていただいて、そんで、ちょっとあの、バックというか、あれを押していただいたらセットされるんで、最初の部分に。こうやって同時にスタートしていこうと思います。OK! はいじゃあ、それじゃあ、えー、動画の方を見ていきますね。シャープ9こちらプラクティス。いきます !3、2、 スタートこれ本番収録前の動画なんですよね。仮面 あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと、ちょっと待ってください。ごめんなさい。ちょっとどうしよう。怖いな。危な。ごめんなさい。ほんとごめんなさい。 もうこれみんな練習の時の衣装もねあの練習の時の衣装やなって感じですけどそれかわいいですよね個性が出てて。 まあチューチュートレインやけどこれね結構僕あのオリジナルの歌もやってほしかったなって思うんですけどまあエグザイルの曲はねエグザイルの曲ですごい好きなんで好きやしチューチュートレインもむっちゃ好きでいいんですけどこれな後でまあ無料動画の方で流しますけどむっちゃ良かったですよねでもうちのダンスの方も本番の方。

エグザイルあるあるなんですね。へえ、やっぱりあれかな。でも、エグザイルさんも、あの、いわゆるドメジャーな曲しかなかなかやらせてくれないとかあるんかな。エグザイルのグループの皆さん、やっぱりみんな、チューチュートレインはとりあえず、テレビ番組とか出る、出たらやるっていう感じなんかな。 まあそれぞれのね、でも違う味が出てていいとは思います。 有料会員じゃなくて見れなくて残念えーと大丈夫ですあとであとで無料動画の方やっていきますんでよろしくお願いしますやっぱりあれですねあのプラクティスの時は結構軽めにというか合わす感じでやってますよねほおーなるほど 映像を見ながら修正点めっちゃででもあれですよね本当に本番のちょっと何分ぐらいのためにむちゃくちゃ練習するのだっていつも言ったら似たような感じで多分踊ってると思うのにすっごい真剣に確認してるのがいいっすよね。 あなるほど代表曲がやっぱり多いんですねなるほどなるほどあ今ね来られてる方今えー、っとシャープ Q 有料動画の方のシャープ Q の大体どのぐらいかなあこれ何分ぐらいかちょっと分かんないんか あえて揃えずあえてなるほど <laughs> 一番高く飛んだ人が勝ちケイトくんそうね。一番ムードメーカーやけれど家 <laughs> は間違えちゃうんだ ああそっか最初のズーさんの「チューチュートレイン」が出された後にみんな生まれてる感じなんだうんほんに愛されてる曲ですよね長く「チューチュートレイン」 自分で言うスタイル <laughs>、そうですね本当に <laughs> 素直でいいです。うん三曲テレビで。 うん大樹くんもあれですよねリーダーですよねすごいやっぱりしっかり若いのにねしっかりコメントやってていいですねはいすみません終わりましたまず1個目のプラクティスの方やっていきましたそれでねでも彼らがどれだけ何こういう本番のために 合わせて練習してっていうのが分かったんでいい動画だったと思いますそしてねこちら続いてお待ちかねえー無料動画の方をやっていこうと思いますこちら無料動画のね次シャープ1の方一番最初からやっていきましょうこちら用意していただいて大丈夫でしょうかまた用意できましたらあの OK とか言っていただいてコメントの方でお願いします シャープ質問リレーですねこちらの方見ていきましょうファンタがカバーしてる4曲あ準備 OK ありがとうございますそれじゃあこちらやっていこうと思います 行きますよ321スタートこれ質問ですねこれ毎回先週のゲストさんから来る「おー塩たれ」 え皆さん塩派タレ派どちら多いんかな僕ちなみにタレかなああすいませんちょっと待ってくださいねタレタレ派の方ちょうどね半々って仲いいですよね あ、ちょっと待ってくださいね。はい。それで、タレ。あ、タレ。タレ派多いですね。タレ派の方、すごい多いですね。いや、塩派の方も、でも、おられる。僕もね、あ、塩派の方、おられますね。ゆうせくんの同様、タレ好き。あ、なるほど。でも、タレ派の方、多いですね。でも、ファンタスティックス、ちょうどね、半々で、いい感じのバランスでっていう感じで。 どちらもでも捨てがたいですよねどっちもねあのあれによって美味しいんであごめんなさいねちょっとちょっとごめんなさいマイクの方からちょっと僕声入っちゃってますもしかしてちょっと待ってくださいね ちょっとすいません。今日、ちょっと準備がぐだぐだしちゃって。はい。それでは、えっと、続いて、えっと、シャープ二の動画やっていこうと思います。じゃあ、皆さん、あと、まだ用意できましたら、準備 OK。言ってもらって大丈夫でしょうか。<noise> OK です。ありがとうございます。 Okay, ありがとうございます。それじゃあやっていきますね。それではシャープ2の動画3、2、1、スタート特技、前ね、あのー、そうですよね、ミュージックブラッドの方で特技の方、すごかったですよね。 ヘヘヘ2人とも使われてましたよねソ太くんも世界さんもヘヘヘ君でもヘヘ ありましたよねオンエアされてたなはいという感じでシャープニの動画もやっていきました サンデーの演じのファンタ大好きですよね。あれす、あとで、あとでおそらく流れるので。太樹くんは話し上手だから大丈夫。確かに。そうですよね。話が上手だったからな。さーて、では次の、どんどんやっていきましょうか。 次シャープ3いよいよここからライブですね。中中トレインの方入っていきます。ちょっとごめんなさいね。音の方どうして微妙に入るんだ。ちょっと音音が微妙に入っているらしいのでちょっとすいません調整します。なんでどう切ってる。ちょっとだけ僕の方の音声を下げれるようにしようかな。 はい。では、シャープ3の動画もやっていきます。こちらの方もまた準備できたら OK 言ってもらえたらと思います。あ、OK。ありがとうございます。じゃあ、こちら、シャープ3の動画見ていこうと思います。3、2、 イスタート。いやまずこの入りですよね中中トレインといえば。 いや本当にねあのー、沢夏くんとかめっちゃ足長いのにああいいな颯たくんの声これさ優生くんさ本当になんていうかなアップでもむっちゃイケメンやからさい,やいいっすねこれね堀夏くん本当に一番入りの時の堀夏くんの顔がめっちゃ良かったっすよねかっこいい お大輝くん映ってるダンスで世界さん映って優勢ウインクもむっちゃ決まるんよなレイヤくんの笑顔さほんとあれやばいっすよねなんかもうむっちゃこっちまで幸せになるようなあの子なんで笑顔こんなに可愛いんやろな この蒼太くんとなあ、ゆうせいくんの声のハーモニーがいいよなあ。蒼太くんの方が若干甘いというか、そんな感じの声で。二人ともね、でもめちゃめちゃクリアな声してるんで。さあ、続いて。 このエンジンいいですよねサンデーのこれ脇散らさあ僕もちょっと思ってましたあむっちゃいいっすね腕振り上げた時にねやっぱ顔いいよな っていうかこのグループはなんでこんな顔のいい子が揃ってるのって感じ世界遺産がちょっと横切って堀夏くん堀夏くんマジでスタイルいいし。 わ脇ちらが脇きちらがやばいめっちゃかっこいいそうですよねそれぞれのダンス個性がそれぞれあっていいですよね ね、最後レイヤーくん中心でいいっすねいや最高っすねほんまにね黒スーツの下のあの脇ちらちら毎回ねいろんなこうの見えるの最高っすね最高しか言ってないけどもうあれケイトくんの脇ちらとか 興奮ししちゃってましたさあねこれを続いて違うこれタイプ B ってこれ違う角度からなんですか同じの別の画角のカメラから撮ってるってことなのかな、まあ、こちらのねシャープ4番タイプ B の方をやっていこうと思いますこれ動かすの忘れたそれじゃあまたねこちらのタイプ B の動画の方用意できましたらあの教えてコメントで教えていただきたいと思います もうね、多分皆さんね、いやらしい目で見てたと思うんですけど。いや、まあ僕はね、あの、普通にこう、分析の方をしてただけですけど。あ、お邪魔します。ありがとうございます。今からね、あの、シャープ4の動画やっていくんで、もし間に合えばね、あの、準備の方お願いします。あ、OK。ありがとうございます。それじゃあ、シャープ4の動画やっていきます。それではいきます。3、2、1、スタート。 めねえ先頭堀り夏くんから始まってめっちゃかっこいいよなこの並びがえ斜めから見るもいいな圭斗くんかわいいな <laughs> チラチラおんで腕振るから見えて これ泰生くんさ今回ちょっと髪型違うけどこれもでもいいっすよねっていうかでもあれか普段の泰生くんをそんなにむちゃむちゃ知ってるわけじゃないけど <laughs> <laughs> いいよなぴったし揃ってるような足元も。 レイヤーくんのこのスマイルなんかこっちまで元気出ますよね本当にいいっすねみんなでもみんな笑顔綺麗っていうか可愛い,いよななんか あんまりまり済してる系の子がいないいいないってこともないんやけどな仲よ仲良さそうですよね。いやもうこの笑顔だけでほんまに笑顔だけでお金払いたくなる。 堀夏ナくんも笑顔可愛いな、なんだかんだ。みんな、みんな笑顔いいよな。これ、ダンスめっちゃすごいよな、綺麗。 幸せが顔に出てるそれですよねみんな育ちたまんないっすねそうさっきの2個が本当たまんなかったほんでねゆうせいくんはもうゆうせいくんほんまにねもう顔大好きなんすよもう楽しんでます 世界さんやっぱりキレキレよなもうあのサンタモニカの動画で見た時も本当に世界さんだけめっちゃ世界さんだけっていうわけではないけど体そんなに大きくないのにむっちゃ大きく見えたっていうかはいそれではこちらシャープ4の動画も終わりましためっちゃいいっすねやっぱり どの角度から見てもみんないいっすね <laughs> 堀夏くんの笑顔あ松さんが堀夏くんの笑顔を見るとキュンとするんですってなるほどねいやでも分かる分かるなあ乗り越えてるから感動するそれはあるんでしょうねでも乗り越えてるから僕みたいなやつにでも伝わるっていうのはあるんでしょうねあっ もともとね、地道にパフォーマンスやってきてみたいなお話は聞いてるんで。そうですね、襟付きで袖がないって。もう、もうわざと、わざと店に行ってるなーって感じですよね。はい、それでは次、あのー、シャープ5の動画やっていこうと思います。こちらもまた皆さん、準備の方できましたら OK お願いします。 待ってくださいねシャープ5であれ動かせないよいしょいけたかはい OK ありがとうございますそれじゃあシャープ5の動画流していきます3・2・1スタート 蒼太くんの入りから堀夏くん行って世界遺産こっちのカメラではむっちゃ踊りキレキレやねやっぱりこうやって見るとねえ堀夏くんねえ蒼太くん もう、沢夏くんも見たいな。あ来た。やっぱりあれやな、本当に。あ、すげえジャンプ高い。堀夏くんとか沢夏くん、むっちゃ手足長いのに、こんだけ踊れるのすごいよな。 今のジャンプほんと綺麗でした高いし綺麗しいいなあイケメンしかおらん どの角度で見てもいいっすねやっぱりいいっすね。 おケイトくんもこっち側のカメラでも映った <laughs> やっぱ世界遺産切れ切れないよな <laughs> いつ見ても。 颯くんほんまになんか声が甘いから、こんで、振り付けと一緒になんか吸い込まれていく感じするんですよ。手伸ばしたときに、僕、ふわーみたいな感じで。<laughs> もうちょっとね、もう、ファンタのメンバーは、岩沢夏樹も手招きしてたけどさ、手招きに吸い込まれそうになる。 いやこのスマッシュ動画の何がええってこんだけアップで見れることですよね。本当に目の前に本人おるみたいな感じで。いやーよかったなーそう、世界さんダンス本当かっこいい、好き。みんなで,んなでも本当それぞれの良さがある。 ねえ僕もダンスそんなに分かるわけじゃないんやけれどあのなんか動きすっごい目が引きつけられるというか理由理屈は分かんないんですけどねねえほんとひまちゃんさん分かりますよねはいじゃあ次はねあのサンタモニカロリポップの映像になってくるんで これシャープロックはまだ大丈夫なんだよな。OK です。ではシャープロックやっていきたいと思います。こちらまた用意の方できましたら OK お願いします。そうですよね。なんか世界さん、世界、あ海外でも賞を取ってるっていうようなんか話を聞いた気がする。OK、ありがとうございます。 他の方大丈夫かな ?OKOK、okay, okay. はいではこちらの方もやっていこうと思いますそれでは321スタート <laughs> みんなまた衣装がねあの衣装これあのサンタモニカの衣装にみんななってますよね おゆうせいくん、やっぱりかっこいいな。こういう衣装着ても、めっちゃかっこいいもんな。声甘い、そうたくん。この歌の時、やっぱり特別は、声が甘く感じるっていうか、入りが。 いいっすね。いいしか言われへんけど。<laughs> ケイトくんもマジでイケメンやからアップになったらドキッとする。ちょっとなんかコメント失ってしまう。<laughs> もうみんなそんでね、ちょっとどんな服でも。 ダンスのパフォーマンスって <laughs>、まあ、世界さんとか特にな <laughs> すごいなあ <laughs> なんかレイヤくんさあのパッて入ってきた時にすごい花があるっていうか、まあ、笑顔がすごい綺麗やからっていうのもあるやろうけどなんか花がありますよねおサさツくん すサーラツクもでも普通にダンスすごいよなあんだけ長い足で動かしていいっすねー 重心を低くしてなんか腰で踊ってるみたいな感じむっちゃ激しいダンスではないけど決まったいやでもこの曲自体が僕結構好きやから前もちょっと語りましたけどそうですね沢夏くんのダンスなんか美しいって感じがするたまにやってますよね イく、ね、君髪型どんなのしても似合うし単髪のねイく君もあれはあれですごい似合ってるなって僕あの長髪からしか入ってないけど最近だからねいろんな映像で単髪のイく君も見てるんですけどね急ぎすぎのサマーのあたりのダンスいいっすよね はい。では次、シャープ6。いってあ、シャープ6ちゃうわ。シャープ7か。いってみようと思います。またね、準備できましたらコメントでお願いします。 OK! ありがとうございます。もうちょっとだけは他の人のコメントを待とうかな。あ、OK です。はいそれではやっていこうと思います。では、えー、こちらシャープ7の映像。3、2、1、スタート 夏くんから入って玲くんの後ろ映ってちらってちょっと笑って<笑>いいよねこのナチュラルに入ってくるんやけれど踊りがすごいしっかりしてるというか。 衣装でもそれぞれ個性があってさめっちゃ似合ってるよなみんなで服揃えてるもいいけど結構この曲の衣装までしっかり見てしまうからちょっと古いっぽい衣装というか。 もうね、ゆうせいくんがたっぷり映ってると、声を失う。さあなつくんもうターンすごい綺麗やな。や本当にこの、ヤギ優勢の顔どうにかしてくれませんあの、ちょっとね、ドキドキするんよ。近づきすぎる。さ <laughs> あなつくんもいいな。<laughs> くんきたあじゃあそうたくいで今の世界遺産回って堀夏くんゆうせいくんでレイヤーくんにカメラ行って。 さあこの衣装からでもなんか彫り懐くな腰の高さが分かるんがいいななんかすごいあれですよねあのマイケル・ジャクソンじゃないけどあのスーってみんなつま先滑るように移動するっていうか。 めちゃめちゃ綺麗に見えるんですけどあの位置の入れ替えがやっぱりテクニックなんだろうなみんなカメラに向かってそれぞれ一人ずつ変わっていくけれどその時の何て言うかな移動が「タッタッタ」みたいな感じでテンポで行くんじゃなくてスッスッって動いてきて入ってくるからそこが地味にすごいというか。 こんだけ動いてるのに声ぶれてませんねそう言われればフォーメーションチェンジむっちゃ綺麗ですすごいよなさてじゃあえっと無料動画最後の無料は最後の動画になるのかなこちらの方行ってみようと思いますシャープ8サンタモニカローリーポップのタイプ C こちらまたね準備のほうできましたら OK お願いしますあ OK ありがとうございますもうちょっとだけ待ちます OK はいそれじゃあえー、とこちら無料動画8の方 スタートしようと思いますえ。では、3、2、1、スタートいつね、今度は、サワナくんから、世界さん、<laughs> 世界さん、チラッと見て、あ <laughs>、目ピクピクってさして、カメラ向かって。で、大輝くん、 なん輝くんもダンスピシッピシッって決まるな上手 <laughs> おおキレが。 な,なんかこの衣装のこのパーって並んでるコントラストを見るだけでめっちゃこう目にいいというか見栄えがするすごい体育も笑顔かわいいな結局全員,全員笑顔いいやんけっていう。 くんのね今あのずっと思ってたけどあのベルトチラチラってしてるのもねなんかいい感じに映りますよね見栄えが優 <laughs> く君のラップ <laughs> いいなラップからこの 裏声に行くんがほんまにみんなでも足元の動きが綺麗 やばいいすねも、うん、もう何も言う何言ことがない最後の慧斗君の顔も美しいしその顔から引いて決まるも美しいしもう美しいが言うことがないんですけど <laughs> <laughs> いやこの衣装本当見ててなんかあのもちろんみんなで揃えてる衣装もいいけど見てて楽しい2つ用意してくれてるんがいいっすね ありがとうございました。じゃあこれで、えー、っと、無料動画の方は全部終了になります。ここからね、あの、プレミアムのちょっと有料動画になるんで、ちょっと見ていただけない人もいるかと思うんですけれど、じゃあプレミアム動画もね、今日全部見ていきたいなと思います。まずはね、これ世界さんのシャープ、クシャープ10ですね。 ここちらの方見ててうかなと思ってますファンタススティックスは美人がいいそうですよね。ケイトくん美しいんです,よそうですちょっと語ろう先。有料動画行く前に。<laughs> めっちゃいいんですよね。本当にね。あゆうせ君推しだったけど、結果みんな好きになる。沼。本当に。でも、皆さん魅力ありますね。僕もいまだにまあ全然優勢君く推しなんですけど、それぞれにそれぞれの魅力がある。 はいそれじゃあ、えー、世界遺産の動画行こうと思いますシャープ10、えー、とこちらまた準備の方できましたら OK を、ね、コメントの方でお願いしますそうなかなかねこんなグループいないですよね み、みんな結構、あれですね。同じ方おられますね。OK です。はい。えーと、他の方、もうちょっと待とうコメント。OK です。はい。では、やっていこうと思います。3、2、1、スタート初出しエピソード。 ケイトくんが筋トレやりまくってるんやすごいなあれ <laughs> ああそっか筋筋肉つけすぎると踊りに支障が出るんやなるほど この活動で嬉しかったことはいはいうーん。 なるほどねうーんなんか皆さんねドラマ出てられますってますよねむちゃくちゃ知ってるわけじゃないんですけどうーんやっぱりリーダーとしてなんか個々の活動見てくれてますね はいア、は、ッ、い、ケイト君この前のライブ脱いでて体もうやばくなってたんですね筋肉しっかり効果出てるんやなタンんクタイム今でも泣いてしまうこれそれ見せて見,見なきゃいけないの僕も <laughs> これユース <笑><笑>これもう本当に弟を見る目線になっちゃってますねで <laughs>、ね、親目線親目線ですよね。 はいはいはいもっと大きなとこででも見てみたいですねはい世界さんの動画終わりました実はね僕こっから見るの初めてなんですけれど やっぱりなんかグループ全体のことをすごい考えてくれてるんだな世界様っていうのをめちゃめちゃ思いましたねあのそんでみんながねあの嬉しかったことでさあのみんながこうドラマ出演とかしてその個々の活動が目立ってきてるっていうのが僕にとっては嬉しいなっていうのがすごいなんかいいなって思いましたね <laughs> であれ絶対あのラブシーンのとこゆうせ生君のこと言ってますよね多分 分か僕、ゆうせいくん、え他のコーもああいうラブシーン結構やってるんですかこれ、今のセリフはゆうせいくんのとこかなってちょっと思っちゃったんですけど。<laughs> 他の子たちの、ね、ドラマは僕、全く分かんないんで、ただ、その個々で検索するとね、そのドラマが引っかかるのあ堀夏くんとかもね、確かドラマ出てましたよね。大輝くん、あ大輝くんが今やってる、あ、それでか、なるほど。 なるほど、なるほど。大樹くんの今のドラマでも、あ,あラブストーリーなんですね。なるほど。がっつりラブシーン。えー、なるほど、なるほど。それで見れなかったりする。かわいいっすよね。おやめせになって。ちょっと見れないみたいな。<laughs> 大樹くん、ラブシーン多いんだ。いや、でも大樹くんな。かっこいいからな、普通に。確かに多くても良さそう。<laughs> これでもね大樹くんのねドラマまで見るって言い出すとこれまた時間がなくなっちゃうからねちょっと今,今難しいかな <laughs> それじゃあね今何むっちゃみんな大樹くんのラブシーンが多い大樹くんすごいって言ってくれてますけどそんな大樹くんのあのエピソードの方行ってみましょうかシャープ11のこちらもまた皆さん準備できましたらコメントの方で教えてください 次シャープ十一の動画やっていこうと思いますあ、OK ですありがとうございますあ、滑り込みでプレミアム登録したあ、ありがとうございますぜひみんなで見ていきましょうプレミアムはい、それじゃやっていきます三、二、一、スタート さっきも桂得やったのに <laughs> うんうんあ自分で選べるんだうん、うん

めっちゃ大局甘えられてるじゃないですかケイトく君に <laughs> 甘えれるからなんやろうな <laughs> はいはい うん、あさっきも名前出してましたねうんなるほど。 やっぱみんなターンバックタイムっていうのはすごい重要な曲になるんですねはいシャープ十一の動画終わりましたやっぱりこう あれですねリーダー2人はしっかりしているというかもうターンバックタイムのその映像とかって YouTube とかにあるんですかね公式で公式であったらすごい気になるから見てみたいなと思うんですけれど是非聞いてくだあはい是非聞いてみますちょっと今はね頻繁に話に出てくるんで気になりました あターンバックタイムとファンタスティックナインが原点。なるほど。一回じゃあ見てみますね。また、あれだな。前ちょっと、あの、友達とね、あのカラオケ行った時に、ライブ映像を見せられたんですけれど、そんな感じで見せてもらえるよう、背中んな。<laughs> 多分ね、友達見せてくれると思うんで、一回聞いてみます。はい。さて。 あ、そうですよねもう一人のメンバー翔太君かさてじゃあ次の映像行ってみたいと思います次はねゆうせいくん僕の推しでね、まあ、皆さんも多分推しの方たくさんおられると思うんですけれど見ていこうと思いますシャープ12の動画ねまた準備の方できましたらコメントの方でお願いします オッケーですヤッピーさんいつも早いですね OK ですじゃあそれじゃあ見ていきますね321スタートー実は去年 かわいやい <laughs> いい <laughs> 僕もねむちゃくちゃ果物好きで何やったら果物農家で働いてたんですけど <laughs>。 はいはい、うん武者修行ってあの感じの違うあの武者修行ですね。 初ツアーうーん名古屋は何か理由があるんですかね他の。 うる美しいかわいいなあやっぱりこうあだからかそっかもう一人のメンバーの出身地だからなるほどそういうことだったんだないやでもやっぱり ゆうせいくんん真面目ですよねなんか映画、うん、眩しいしちょっとねでもあのなんかさゆうせいくんってあんなドラマとかでむっちゃいい演技もするしいろいろやってる割になんかこういうコメントを出す時って結構毎回緊張若干緊張してるっぽくないですかなんかシャイっぽいなというかすごいなんかギャップがあるんですけどいやそのギャップも含めていいんですけどね 真面目で優しいっすよね。なんう伝わってきますなんかいつも見ててうん人見知りあ人見知りなんだやっぱりなんかね若干毎回緊張してるのかなとか思うんですけど そこも含めて可愛いでもそれで決める時はさあのライブとかでもライブとかの顔めちゃめちゃイケてるじゃないですかほんでまあね美しいからやってる時の顔もさあのギャップがたまらないっすねその普段少しあれやけど緊張しいっていうかそんな感じの雰囲気漂ってるのに決める時はめっちゃ決めてくるみたいなそこがやばいっすね。 それでは次、シャープ13行ってみようと思います。そうたくんかな。またこちらの方も動画準備できましたら皆さんコメントで教えていただけたらと思います。 あ、オッケーです。ありがとうございます。それじゃあ次の動画も行こうと思います。三二一スタート。早い,、はい、めっちゃいいな。 お世界さんと同い年のサフタん。<laughs> <laughs> <laughs> うん、むっちゃしっかりしてそうですもんね、世界さん。 なるほど。<laughs> あ、そうなんや。<laughs> くん君あたりは一番天然なんかなと思ってたあそあーなるほどそっか夢うん,うんうん やっぱエグザイルに憧れて皆さん入ってきてるのよな LDH なるほどすごい颯太君もあれですよね真面目っすよね はい ではこちら蒼太くんのあれを見ていきましたいや本当にね顔可愛いけどでも彼もすごい僕まだ蒼太くんのことそんなに知らないんだけど真面目な感じというかあれ結構珍しいですよねあのボーカル2人が割と真面目系ってそのキャラクターがなんか結構ボーカルがイケイケで 他のなんかそばにいる人が真面目っていう方が多い気が個人的にしてるんですけどあファンタがカバーして4曲本当にエグザイルって曲ばかりチェ,ックチェックしなきゃいけないですねファンタを知って LDH のすごさを知りましたなんかこう LDH のグループのすごさって僕も実はいまいち分かってなかったんですけど最近なんか見ててあのまあ ね、あのチェリマホーも僕今やってるじゃないですかあれの主役の子とかも見ててすごいあこんな部分も l d h エグザイル系のグループってやってるんだっていうのがなんか昔あんまり演技とかのグループだと思わなかった演技とかができるグループだと思ってなかったんですけれど。 なんか自分の中でもイメージがこう昔持ってたエグザイルのイメージとガラッと変わってきた感じがしますねあそうたくん適当なんだそうだむっちゃなんかこうコメントしてる時めっちゃ真面目っっぽく見えないっすかそう町田くん町田くん普通に演技いいしなーっていうそうツッコミ担当ってあの前回ねあれでも言ってたんであの あ、でも適当、適当なんだね。ツッコミ担当やけど適当なんや。<laughs> へへへ。なんか関西人の血がね、あの、さ、前回、あの、番組の方でね、本茶の番組の方で言ってたのは聞いたんですけど、へーそうなんや。ツッコミだけど適当って結構珍しいですね、多分。そう、そうですね。町田くんが劇団 EXILE だったですっけ確か。 もうむちゃくちゃちゃんと調べてるわけじゃないんですけれどなんかいろんなだから顔があるんだなっていうのをなんか上で知りましたよねそもそもねゆうせいくんみたいなあんなすごい演技力持った子がいるんだっていう最初まずそこでびっくりしてるんで世界さんもすごいっすよねもうダンスはねもともとでもむちゃくちゃすげえなと思って見てたんですけど さて、それじゃあ次、行きましょうか。堀夏くんのエピソード行こうと思います。こちらまたね、あの、OK の方、コメントで言ってくれやったらと思います。<laughs> ゆうせいくんはネガティブマッチョ、そうだね, <laughs> ね。ネガティブなんだ、ゆうせいくん。なんか、 上がりだからと思っ舞台の役名あちょっと待ってくださいねあッ OK はいそれじゃあいきます321スタート あまとくないっすかはいはいはい。<laughs> <laughs> うわ うん、うん、<laughs> あっじゃあそれが違うんで <laughs> へえ僕もむちゃ甘いの好きやから気が合いそうやな はははいはい、はいファンと話すイベントがあってん、うん、男性ファンがうん 男の子のファンも多い。なるほどうんすごいいいエピソードっすねうん うん、はいありがとうございました。堀夏くんのトークいいですね。あの 男の子のファンもそうか多いんだ結果エグザイルなんか EXILE のね僕の周りでエグザイルのファンって言ったらもう本当に本当に女の子ばっかりっていうイメージだったからさでもそうだよな、ね、あんだけかっこよかったらそれは男の子のファンも多いよなまあもそれであれだしね僕らとまた年代が違うかもし違う違ったらまたエグザイルに対するイメージも違うかもしんないしね あライブ行ったら結構男の子いるんですね。へぇ。でもダンス好きな子とかね、絶対エグザイル好きだと思うから、見に行ってる子いっぱいいるんだろうな。ああ、一ライブで何キロカロリー消費するそうす。むちゃくちゃ食べても痩せる。なるほど。それあんだけ踊ったらカロリーも消費するよな。あんだけ踊,踊りだけじゃなくてパフォーマンスしたら。 なるほどなぁ。優しいですね。こういうエピソードが出てくるのもなんか優しい感じがしますね。よし、じゃあ次、ケイトくんのエピソード行ってみましょう。またこちらの方も準備できたら OK の方お願いします。 あ, OK、ありがとうございます。他の方も OK かなはい、じゃあこちらの方もエピソード流していきます。3、2、1、スタートやっぱ顔いいよな、まず。

あーまあ僕も車に予備マスクを入れてるなこん中歩いてたら何回も見ちゃいますねはいはい。 うち田舎だから宣伝トラック全く走んないんですけど都会行ったらね見ますよねうん今でも緊張するんだ うん、ねえ芸能人以外に考えられへんかほんまこんなでも言ってることはめちゃめちゃいいこと言ってる。 はい。えー、ケイトくんのコメント終わりました。なんか、あれだな、意外、意外にすごいいいこと言っててびっくりした。あの、前の生放送で、おちゃらけ、おちゃらけではないけど、なんか天然っぽいコメントをしてた人と、同じと思えないぐらい。細身 <laughs> と,と思いきや、お尻が色っぽい。そうなんだ。 <laughs> お尻に今度注目してみますねじゃあ <laughs> でもねあの筋トレとかも何してるぐらいむちゃくちゃ真面目な部分もあるんだろうなへえほんでこう初心を忘れてないっていうのすごくいいですねやればできる子ほんとそんな感じするよなかすごいこう自分うんなんか 意外っていうかね、こんだけ顔もいいのに、その、テレビに出た瞬間のことがすごい嬉しくて、今でも緊張してっていうのが、めちゃめちゃ、こう、キャラギャップがあっていいな。あんたはみんな真面目ですよね。なんかずっと聞いてて思うんだけど。<laughs> 真面目なコメント出してこういな。すごいな。みんなしっかりしてるな。さあ、では次、沢夏くんのエピソードいってみましょうか。 またこちらの方も準備できたら OK お願いします。もうだいぶね、時間の方も。すごいな、今日結構時間が経つな。動画多いもんね。こんだけ多く動画上げてくれてるのすごいありがたいですよね。ミュージック l ラッ d OK です。ありがとうございます。はい、それでは次、動画流していきます。3、2、1、スタート あサウナはいはい僕もちょっと最近サウナ行ってたけど <laughs> なるほどね。あ、でも、頑張り、頑張る、頑張り屋さんだからこそのエピソードだな。 Yeah. <laughs> 若いのにそうですね、雰囲気ちょっと渋いパスタ食べたいパスタ美味しいんですかはい、動画見ていきましたえぇ、ー、沢夏くん、なんか料理できるのかなパスタ食べたいってことは僕、あれなんですよ、あの前のミュージックブラッドの本編でもそんなに 君くん喋ってなかったしあの昨日の生放送もねちょっと欠席だったんで沢夏んがこうちゃんとじっくり喋ってるとこ見んの初めてなんですよめっちゃでもこうなんか若干意外なキャラというか思ったより可愛いキャラクターだなと思いましたね <laughs> あ彼氏にしたい枠すごいわかるかもしんない料理上手でえー、そうなんだ なんか、あ、わかる。あ、あそういうわかる。なんかね、僕の、こう、何、好きなラッパーさんの一人のゾ、ゾーンさんにちょっと声の感じが似てる。言ってもわかんないかもしれないけど、ゾーン・ザ・ダークネス、ゾーンさんっていう歌手のラッパーの方おられるんですけど、その方にね、なんか若干雰囲気も似てるんだよな。散歩散歩、散歩大好きなんですね。 散歩が好きっていうのはいいっすね落ち着いてそんでみんなやっぱりジム行ったりとかねあのサウナ行ったりとかしてるエピソードも僕もねあのちょっと前までちょっと前にねあの無料券がたまたま入ったんでサウナ行ってたんですよ無料券っていうか温泉無料券がちょっと入ってたんで,で僕むっちゃ冷え性なんでなすごいありそこがありがたかったんですけど散歩 さて、それじゃあ最後、えー、レイれいくんのエピソードも行こうと思います。またこちらの方もね、準備できたらコメントの方でよろしくお願いします。色気ありますよね。なんか、あの、僕も、あの、女の子やったらちょっと、あの、色気にやられちゃいそうやな。なんか、独特の色気が喋ってたら。ライブの時とまた全然違う。あ、ゾーンさん知ってる方おられましたね。あの方もむちゃむちゃ声色気あっていいですよね。 なんか雰囲気もちょっと似てるというか。あオッ OK です。ありがとうございます。そう,そうく、サウナ、大輝くんと優生くんとはね、みんな行っ,ってるって、今言うてたんで。はい、それでは、3、2、1、スタート またサウナ好き、そう大輝くんバラされてる。うん。うん。 すごい入るなそこまでは入らないんですかへんのさんへえはいはい。 整うん。 Hmm. うん、素晴らしいな、ファンに対する感謝 <laughs> <laughs> リアコ製造機 Yeah. <laughs> はいありがとうございましたレイヤーレイヤーくんねもう本当にもうこの顔がまず喜怒哀楽担当なるほどねいやでもまずさあの笑顔がみんな笑顔素敵だけどレイヤーくんの笑顔すごいなんかこう人を引き目を引くというかめちゃめちゃ鼻があるじゃないですかでもそんなレイヤーくんらしいエピソードだなっていうリア,コスリアコってなんかの略ですか 男っぽいへえずるいっすよねえー、僕も僕もあんな笑顔が欲しかったな <laughs> <え>僕ドインキャだからなネが<笑>,笑顔めっちゃ素敵でもほんとにこっちまでに待ってないこっちまでついつられて笑っちゃう笑顔これ未公開トークまだいっぱいあるなあでも短い そうイく君とねめちゃめちゃ仲良しみたいですよ。あそれはあのなんかたびたび、ま、ファンの人も言ってくれてるしあの映像でも流れてるんであこの子らほんまに仲いいんやなとは思ってたんですけどリア君も真面目なんだへえ。あリアあリアルコいあごなるほどねなるほどあありがとうございます。 全然ね、あの、カタカナでリアコって書かれると全然わからなかった。<laughs> なるほどね、リアル恋。リアル恋ね、なるほど。九州の男なんですね。じゃあ次、未公開トークの方行ってみましょうか。それではまた準備できたら OK お願いします。もう結構遅いから、遅いけど、もうちょっとなんで、やっちゃいましょう。 僕、超身長だけど、イケメンかどうか若干怪しいかもしんないっすね。<laughs> あ、OK。ありがとうございます。他の方も大丈夫かなそれじゃあ、行かせていただきます。3、2、1、スタートあ、うお、すげえ <laughs> ああすごいないや僕僕もでも一応昔開脚できましたよきあのペッターンって地面に。 あのついたんですけどでもあん,あんな動きはできないさすがにあの一気にあんなに開けない結構体柔らかい方だったんですけどすごいなよしじゃあ続いて次も行きましょうか次もあの OK だったら OK お願いしますそう世界さんが言うぐらいだから本当すごいですよねいやあの動きは本当にできない一気にグニゃグニゃってスッて。 すパンパーンってあんなに一気に開けないあッ OK ありがとうございますそれじゃあ次の動画いってみます321スタートーみんなみんな柔らかいじゃないですか体キッズダンサー うん,うん部活やってる時はそこそこ柔らかかったんですけど今僕硬いなお、あそれはいけるかなうんああうん はい。ありがとうございます。僕、昔はね、あの、ケイト君のやってたやつ行けましたね。あの、手首のとこまでちゃんと地面につくんですよ。一応。今でも多分いけるんじゃないかな。一回、一回チラッとやってみよう。あ、今でも行けますね。 えでもね、あの子供の頃からね、柔らかくしてたら本当に柔らかいんですよ。ただ、今僕、でも、むっちゃいろんなとこ硬くなっちゃってるんだけど、ケイトくんはでも、今でもしっかりね、筋トレもやるけ筋肉がついたまた硬くなっちゃうんで、そこでもキープしつつ、あの柔らかさやから、今、かなり筋肉あるだろうから、それはすごいな。はい。あ、僕はね、運動神経自体はいい方ではないです。ただ、やっぱり部活で運動部だったんで、あの、 柔軟その分ね、柔軟とか、ああいうのをしっかりやってたって感じですね。神経自体は悪いけど、体を動かすのは嫌いではないです。それでは、3番目の動画も未公開動画さん、これです、終わりですね。こちらの動画もやっていこうと思います。また準備の方できたら、OK お願いします。 Okay, ありがとうございますそれでは最後の動画やっていきます321スタート足りない時計、うんうん、すげえ うん、ええ嘘マジ <laughs> いや,、ま、<laughs> いや最後綺麗に落ちましたね <laughs>。 椅子途中まですげえ、すげえ、え、それで、その動きで10秒いけるんやと思って見てたら、<laughs> 1秒ずれちゃってたな。<laughs> 1秒は、1秒は結構長いぞ。<laughs> 僕あれでも絶対無理っすね。あの、うん。うああいうの、<laughs> いや、でも最後、ほんぽ落ち、落ち、きれいに落ちたな。<laughs> いやあ、でも面白かったなー本日ね、これ、最後のね、ほんでリラつくので、あの、笑顔も、笑顔も含めて満点でしたね。<laughs> 可愛い本ほんと、みんな可愛いかった。いやー、本日これで動画の方終わりです。ありがとうございました。あ、ど番組際の裏話では2回目は11秒やった。<laughs> 1秒ずつずれてる前後に。<laughs> あの動きやりながら数えるってでも結構難しそうだなとは思います <laughs>。あ、こっち楽しかったです。ありがとうございます。こちらも楽しかったです。結構ね、遅くまで皆さん付き合っていただいて、1時間ね、40分。今日はちょっとね、でもアーカイブちょっと <laughs>、あの、最初事故っちゃったので出せないなって感じなんですけれど。またでも編集してね、もしアーカイブ出せたら出そうと思います。ポンコツってね、こっちが幸せになります。あ、あれだけ。 できる人でも、しっかりした人でも、ポンコツな時あるんだって思うと、ちょっとね、こっちまで幸せになりますよね。あの、世界さんのね、珍しい天然エピソード、世界さんもさ、僕が見てる映像、映像、みんな、しっかりしてるから、僕、最初、世界ちゃんとか言っちゃったけど、ちゃんなんて、絶対つけるやんやんと思って、もう、世界さんになっちゃったんですけど、いや、でも、今日のね、あの、可愛いいエピソード聞いて、ちょっとよかったなって思っちゃいましたね。しっかりした子が。 あ楽しかったありがとうございます楽しんでもらえた本当にそれが一番嬉しいですこれからもねこれからもねファンタやっていきましょうまたねあの土曜日土曜日なんですけれどあの前にねちょっとできなかったあの曲の MV のみんなの同時視聴やろうかなって思ってます 今度はね YouTube の方なんでもうみんな見れるんであのお,そおそらく多くの方が見れると思うんでそちらの方やっていこうかなってあとまたあの昨日のねあのパフォーマンス動画とかも一緒にやりたいなって「f a n t a s t i c ンとかあのパフォーマンス動画とかほんで皆さんの,あのリクエストくださった動画を中心に今週土曜やろうかなって思ってますはいあっクマさんも大好きありがとうございます う嬉しいな、そう言ってもらえる <laughs>。またねあの、ぜひみんなでこういう機会あったら定義的にやっていきたいなと思ってるんで、よろしくお願いします。みんなでね、見る語るの、語ってみるの楽しいですよね、やっぱり。またちょっと次はね、しっかりちょっとミスらないよう準備してという感じで <laughs> はい、じゃあこう、長々と今日はありがとうございました。またね、皆さん今日、ゆっくり休んで、もう遅いけど、ゆっくり休んでください。 それでは、えー、この番組は蜂で熊がお送りいたしました大津熊